はい、どうもー、皆さん、こんばんは。シーザーゲームズことシーザーでございます。ということでね、本日もマリオカートイトデラックスの方をやっていきたいなと思います。今回1レース目はスタート。常夏の海、ココナッツモールということでやっていきたいなと思います。またまた新コースということでね。はい、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということでね、本日もね、楽しく、全キャラ1企画の方をやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、本日はね、結構昨日とかね、いろいろネタ系の動画上げ尽くしたので、今日はまあちょっとね、いろいろ話していきながらですね、1位取れるよう頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、まず現状は2位、素晴らしいね。どっから飛んできた赤コーラ。さあ、ということで、赤コーラがちょっと飛んできてるんだけど、まあ気にしない気にしない。さあ、ということでね、今日はね、ショート動画ですね。まあ最近ちょっと伸びしろがね、すごいっていうね、コメントがね、来てまして、ありがとうございますっていうね、感謝の気持ちをね、述べさせていただきたいなと思います。でね、来月、違う、再来月か、5月にね、僕がね、この YouTube を、立ち上げてですね、1周年ということで、1年が、経過いたします。はい、いや、おめでたいことです、本当。1年迎えるということでね、早いね、もう時の流れ方ってね。さあ、ダブル防御、熱いね、これ。これ、マジ1位あるよ。初手から1位またありますよって話して、大丈夫みんな。これ、また初手から1位っていうのが目に見えてんだけど、あとはトゲさえ来なければ全然大丈夫。さあ、ボムで爆破させといて、さあさあ、赤コーラ投げてくるやつは容赦なくボムで湿気散らしていく。そんな展開でございます。ってことでね、そう、5月ね、入ったら、またね、はい、1周年企画が、もしかしたらある可能性があるので、皆さんね、ぜひともチェックの方よろしくお願いします。ということで、さあ、初手から1あるぞ、これ初手から1あるぞ、マジで。さあ、クラクション、待って、いやー、草みたいなやつが来てるけど、嘘だろ、嘘だろ、ねえ、もう陶芸もうマジかねえ、もうクラクション奪われるはないよ、峠マジで。ってことで、いやー、初手一番惜しいレースでしたね。ってことで、本日もね、頑張って走っていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。第2レース目いきましょう。さあ、ってことで、第2レース目に参りました。第2レース目は、チョコマウンテンということで、新コースですね、やっていきたいなと思います。行きましょう。スタートということで、非常に惜しいレースでしたね。いや、でも結構いいレースできたから、満足よ。自分からしたら、まあ満足。さあ、ということで、まずはバナナをケツにつけていきましたね。まずは悪い以上蹴散らしていくっていう回になって、ちょっともうなんで総力で抜かれるの。ってことでね、やっていきたいなと思います。でね、さっきの話の続きなんですけど、1周年ということで、まあちょっとでっかい企画でもやろうかななんて迷ってます。まあでもライブとかね、記念ライブとかはね、やる予定なので、皆さんぜひね、参加していただけると、幸いでございます。ということで、なんか1位出た、なんか1位出たね。さあ、後ろボコボコにされてて、後ろはいいよ、後ろボコボコにしやっちゃってって話。誰、何持ってるお前、フラワー、フラワーだなこれ。さあ、ただ角度で、車線を切っていくスタイル。さあ、車線をどん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 切ってって、さあ、ちょっとここはコインをちょっと回収しないとやばいんだけど、総力で追いつかれんだよね、悪い字に。こんだけ頑張って走ってんのに総力で追い抜かれるってどういうことですかって話なんだけど、さあ、コウモリがちょっとややこしいですけど、さあ、ちょっと前後ろとの距離をちょっと間隔をね、ソーシャルディスタンスしていきたいところ。さあ、今のところいい感じだよ。さあ、さっきみたいにまたトゲ落ちとかね、もう最悪な展開嫌なんで、もうちょっとソーシャルディスタンスを、後ろからのソーシャルディスタンスを測っていきたいところ。さあさあ、どんどん行くよ。さあ、今のところもうどんどん独走態勢入っちゃってるよねって話していい？大丈夫？みんな。さあ、ということで、もうこのままもう貫いちゃうよ、1位を。1位を貫く。さあ、また悪い時来てんな。また悪い時来てんな。まあ、そのうちは分かってた。これ止まった方がいいか。止まった方がいいな。さあ、止まらないとだいぶやばいので、いや、もうまたこのね、もうさ、もうこのゲームどこまでクソな、ほんとに。さあ、ちょっとバナナを置いて、ちょっと圧力をかけていくスタイル。さあ、圧力をかけていくスタイルは、もうこれキノコで抜かれるわ、もうこれ。はい、これキノコで抜かれるという展開。バクさんやめろ、バクさん。あ、やめろ、やめろ、もうこれで、それでいい。よし。さあ、もう、なんで今日こんなオチしかできねえんだよ。せっかく独走してんのに。
もうすごいオチだよね。うん、ってことで、3レース目の方行きたいなと思います。行きましょう。さあ、ってことで第3レース目の方に参りました。第3レース目は、マリオサーキットということでやっていきたいなと思います。行きましょう。スタートということで行きましょうか。ちょっと待って、いろいろやってた。ちょっと待って、いろいろちょっと作業してた。さあ、ということでちょっと、まずこのコースは打開ですね。はい、ってことで急コースがやってきてしまったということで行きましょう。何やってんのあのホグネックパー、どんだけ打開してんだよ。さあ、イロハスちょっとくれ、俺酸素欠乏症なんだわ。今めちゃくちゃ、逆取りかますなって話なんだけど、さあ、もうさっきからね、まあ、2、3と来てるので、まあまあ非常にいい順位は取れてるんで、まあ、そろそろね、あのクソみたいな、落ち方は本当にやめてほしいという感じでございますが、行きましょう。さあ、オッケー、結構いいアイテム出てるね。あー、よく投げた。俺の前で投げてくれるのは非常に光栄なことだ、それ。なんか今、外役気味に見えたけど、気のせいか。気のせいか。いや、あの人とは無縁の関係なんで僕、さすがにちょっとあれで害悪って捉えたくなかったんだけど、まあ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 大丈夫でしょう。さあ、ここでした。まあ雷来ないっていくか。雷来ない読みでいきます。さあ、ここで木野さんぶん回して、さあさあ、いい感じの走りはできてるよって話していい。さあ、悪い字がまた来てるね。また来ちゃってるよ。さあ、悪い字、それ食らうの？初耳案件。さあ、ちょっと待って、悪い時期すぎ、ちょっと待って、お祭りだな。わっしょい。さあ、わっしょい、わっそいで、さあ、インをしっかり刺してって、ちょっと待って、サスペスだ、キノコ、いやー、キノコ来ないか、ここ。いや、最悪だ。あ、クラクション鳴らして、オッケー。さあ、デュオシ、あー、ダブル、バカ野郎、ダブル取りたかった、今の。さあ、ちょっと、ミドルコロ当たれ、イロハス、ちょっと譲れ、ねじれて、よーい、2、3、4、1を飛ばすな、1を飛ばしてくんな。ってことで、4レース目いきましょうか。やばい、酸素欠乏症になりそう。さあ、ということで、第4レース目、参りました。第4レース目は、マリオサーキット、はい、ということで、はい、やっていきましょうか。ちょっと酸素がね、ちょっと欲しいところだけどね。まあ、打開します。さあ、また打開です。さあ、また打開です。って、もうちょっと待って、バカが突っついたよ、今、バカが、あのクソ骨。さあ、ということで、ちょっと、怒鳴ってばっかりもう良くない。うん。元気に行こう。元気もりもりアンパンマン展開で頑張っていきましょう。さあ、ということで、ちょっとお前とこ早くどいてくれって話。さあ、打開でちょっと1位を取っていきたいところ、2、3、4と来て1が全く来ないという非常に、残念な展開ですけど、さあ、前をちょっと離してって、まあ、雷がちょっとどっかで来るって読みでいこう、読みでいく、とにかく読むことだ。さあ、スター来たね。いいよ、熱いよ、これ。まだ雷来ないと見て、いいよ。さあ、これまだ、全然まだ希望ある。希望しかない。うん、希望しかないです。はい。ってことで、ちょっとここでアイテムバグらしたいな。ちょっとここでアイテムバグリシアしたくて、さあ、アイテム強いの、来い。いや、強いね、素晴らしい。非常にいいよ。非常に素晴らしいって。さあ、てことで、うわー、ちょっと後ろが来てんね。非常に危ないよって話していい？大丈夫？さあ、てことで、今日もちょっと話したいこと山盛りにあるのに、お前らが話させてくんないんだよね。さあ、爆弾どんどんかまして、さあ、燃やされてんね。燃やして。さあ、トゲまだトゲさーん、トゲさーん、ちょっと待って、まだキノコはつかない。あ、なんか変態ショートカットミスってる？いや、ミスってないや。もう、またに、いや、もう惜しすぎる今日のレース。さあ、ってことで、第5レース目の方やっていきたいなと思います。第5レース目は、ドーナツヘイヤ、ソーリー。さあ、行きましょう、ここへスタートということで、さあ、やっていきましょうか。ちょっとね、なかなかにね、いいレースができない。なかなかにして1位が取れない。なんであんな惜しいレースしかないんだろうね、今日。非常に惜しくねっていうレースが、非常に頻発しておりますけど、頑張っていきましょうか。さあ、ってことで、ちょ
止まってんね、めっちゃ止まってんね。さあここは打開です、打開です、もうしっかり止まりましょう。さあということでね、あーちょっと待って、危ないな、もうあーちょっと君が危ないね、君が歌うでわざと当たってこようとすんだよ、かかろって、タケモットみたいに言いたくなってはもう。さあまた当たってくるやつ来てるよ、また当たってきたい子がいるね横に、うん、さあまた当たってきたい子がいたけど、まあまあこれはもうそれ OK です。さあ何、知らない人にまで害悪ですか、あ害悪受けてます、私どんだけ害悪受けなきゃ気がする。さあここでスター使って、さあ雷来い、雷カモンカモンです、ここで来るよ来るよ、来い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 、なんでやねんなんでやねん。さあということで、今んとこ8位、8位7位6位6位だね。さあさあ、いやーいいよ、悪くない、いや悪くないよ、もう独走しすぎじゃないです、独走しすぎじゃない。さあスタースター無敵来い、無敵、うん、無敵、さあということで真のラストレースといきましょうか、真のラストレースはリボンロード、はい行きましょうか、高校へスタート、よいしょー、さあしっかり走ってって、オッケー、キノコ熱いよこれ、これ非常に熱い、がっつり使ってって、オッケー防御か、さあカカロットまた来やがった、こいつカカロットマジで言ってんの、それそれガチで言ってんの、落ち着いて落ち着こう、ちょっと自分の心の乱れが出ている、ちょっと待って心の乱れ出てる、ちょっと待って落ち着いて落ち着いて、ここはちょっと落ち着こう、落ち着いて落ち着いて、ちょっと息しよう、酸素吸おう、ちょっと落ち着いて落ち着いて、ちょっと待って、パックンはやばい、パックンはやばすぎ、パックンはやばすぎの展開なんだけど、クラクション嘘でしょ、シングル取って、キノコ、この世の地獄ここ。さあということで、真のラストレースに参りました、真のラストレースは小さなんだということで、さあ最後は神高い見せて、終わりましょう。さあということで行きましょう、スタート。さあということでね、まあ真のラストレース、まあ綺麗な打開をね、神高いさあ炸裂させて、ね、終わりたいなと思います、よろしくお願いします。さあということで、1レース目はね、あのあれだったけど、さあ前張りだったけどね、今回も最後はね打開で決めて終わりたいなと思います。さあ行きましょう、まずはちょっと止まり、ちょっと止まりの展開で、ちょっと止まりの展開で行こう。さあということで、めちゃくちゃねもう酸欠状態、うん、もうずっとね喋ってばっかいるとねマジで喉がやばい、うん、ちょっとねちょこちょこお茶とか飲んでるんですけど、さあちょっとトゲがいったね、ちょっと止まりすぎじゃない、後ろ後ろ止まりすぎじゃないって話していい。さあキラーまだか、キラー来てくれたら結構熱いぞこれ、これキラー来てくれたらまあまあ熱いぞ。さあまだか、いやー全然キラーが来ない、全然キラーが来ない、どうしようこれ、さあどうしようの展開なんだけど、さあ後ろキラー使ってるのが1名いるね、さあちょっと前が近い、前が近いからちょっと調整、調整ね、調整まだ測る、オッケー3人ね、3人判定、まだまだ、オッケー、この、ここ美味しい、さあ、オッケー、オッケー、オッケー、まあ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 、アイテムいいよ、アイテムはいい感じ、さあ、こっからよ、こっからよ、神高い、神高いの炸裂はこっからです、いきますよ、皆さん、高評価のご準備よろしくお願いします、さあ、ここで掴む、オッケー、危ねえ、来たよね、みんな、来たよ、みんな、さあ、神高いで、神高い見せるよ、はい、神高いの時間です、皆さん、高評価よろしくお願いします。神もうこれ来た、これです、こういうことです、皆さん、はい皆さん高評価ありがとうございます、ありがとうございます、最後に見せるんです、惜しい試合ばっかでしたけど、ラストに見せるのがシーザーゲームズなんですよ、はい見て、これが神高いでございます、1終わり